友よ、永遠の救いを知ってくれ。もう罪の贖いは終わったのさ。永遠の命を受け取って神の愛の素晴らしさを知ってくれ。イエス・キリストの救いを知ってくれ。永遠の命を今日受け取ってくれ。皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、私は高橋豊と申します。アメリカではケン・高橋と言っています。今は南カリフォルニア、山に囲まれた小さな町、カリメッサというところですね、家内と娘を3人で生活しています。仕事は、造園業、それに、庭の手入れ、メンテナンスをやっています。日本でいう庭師ですね、アメリカではガーディナーと呼んでおります。皆さん、知らないかもしれませんけども、カリフォルニアの庭師はですね、全米一、その数はですね、ダントツなんです。どうしてかと言いますと、それは恵まれた気候ですね。1年を通じてほとんど雨が降らないので、庭師はですね、ほとんど毎日仕事のできる、そういう環境のもとに、毎日生活しております。上を見上げればですね、真っ青な空が見え、心も癒されています。私たち、庭師はですね、毎週、芝を刈り、木やたくさんの花を植えるために穴を掘る、そしてそれから庭の手入れをするんですね。芝を刈り、穴を掘る、そして庭の手入れ、まさに刈り掘る庭なんです。ちょっと分かんなかったですね。でも実際に、カリフォルニアの庭師は全米一、数が多いんです。お祈りして始めたいと思います。天の神様、今日このようにしてあなた様の御前にあなた様の証をすることができる特権を感謝します。あなた様は私たち一人一人を特別に計画し、両親を通じてこのように命を与えてくださったこと、ありがとうございます。どうか今日集ったお一人一人の上に神様の特別な霊が注がれまして、どうかあなた様のことをもっとよく理解できますように助け導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私がまだ、中学生の頃、少しずつ、自分のことが分かるようになり、小学校の時にはですね、感じなかったことがですね、中学校に入り、学校の成績が悪いのを理由にですね、それを親の責任にして母に文句言ったことを今でもよく覚えております。どうしてこんな頭の悪い自分を産んだんだと言ってですね、母を傷つけました。その頃からですね、私は劣等感を持つようになり、自分の心の中にはいつも自分はダメな人間なんだという疑問を持ち始めるようになりました。しかしその反面、負けたくない気持ちも大いにありました。私は商売人の家庭で育ち、裕福な家庭ではありませんでした。両親はいつも忙しく働き、家計を支えるために一生懸命働いていました。私たちの周りの人たちもほとんど商売人の人ばかりでした。そのような環境で、育てられてよかった反面ですね、私は小さかった頃からですね、
大人の荒々しい言葉が耳に響きですね、自分の心の中をですね、本当に複雑な心境でした。そんなことだったら死んじまいとかですね、死んだ方がいいんじゃないかとか、簡単に小さい頃から死という言葉を普段から聞かされていたので、誰かが死んでも泣くことはありませんでした。聖句をお読みいたします。マタイによる福音書15章18節19節。しかし口から出てくるものは心から出てくるので、これこそ人を汚す。悪意、殺意、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、悪口などは心から出てくるからである。私はこれらの御言葉をいつも忘れないように心がけたいと願っています。もう40年以上も前のことになります。私は東京でコック見習いとして働いていました。しかしあまりにも人間社会の汚さ、そして自分の出来の悪さが嫌になってですね、ある日、私は誰にも言わず、人に見つからないようにですね、黙って沖縄に行って死のうとしました。ところが、たまたま助かってしまったんです。今思えばですね、あの時は神様が、天使を使わして、助けてくださったとしか考えられません。まだ私が高校生だった頃、知り合いが数名自殺して死んでしまいました。同級生も焼身自殺をして死んでしまったんです。どうして自分は生き残ってしまったんだろうか。しかし死について何も深く考えることは一度もありませんでした。死ぬのは当たり前だと思っていたからです。聖句を読みします。伝道の書12章1節。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよう。悪しき日が来たり年が寄って、私には何の楽しみもないというようにならない前に。もしもですね、この聖句が、自分が知ってて私たちを作られた神様がいるんだと知っていたら、若い時の悩みは少しは減っていたんではないかと思いました。その後私はですね、もう一度生きてみようと思い、東京に戻ることにしました。今度はですね、一人で仕事を探しに、渋谷に来ました。駅の改札口を出たところにですね、目についた、電信柱だと思いましたけども、張り紙があったですね。そこに、フランス料理のコック募集という、張り紙がしてありました。私は早速電話をし、面接を受けると翌日から雇ってもらうことになりました。しばらくしてからある職場の先輩から、おう高橋、お前アメリカに行かないかと誘われました。私は、将来フランスに行きたかったんですが、フランスもいいけどアメリカもいいぞ、アメリカで一緒にやらないかと強く言ってきたのです。私はその言葉に、その誘いに乗りました。私は彼の仕事はとっても気に入って、人間性も とても気に入ってました。仕事は綺麗で、料理に対する熱い思い、そしてセンス抜群。私とはまるで正反対の方でした。この人だったらついていってもいいんじゃないかと私はそう思いました。彼は一人で、ニューヨークに渡り、私も7ヶ月後、観光ビザで不法労働と知りながら、彼と同じお店で働くことになりました。将来、永住権の取得を期待しながら一生懸命働いていました。ところがですね、ある時オーナーの方が急にストロークで亡くなってしまい、お店は、大変な状態になりました。従業員はほとんど辞めてしまい、私の永住権も取れなくなりました。私はどこに行くところもなく、
いろいろな事情で仕方なく、私がキッチンを任されてしまうことになってしまいました。毎日休みもなくずっと働き続けていたんです。しかし心の中は不法滞在のことで心配になり、このままアメリカに入れるのだろうか、これからどうなってしまうんだろうかという、そういう不安に駆られてですね、気分はどんどん落ち込んでいきました。仕事は終わるときはですね、いつも夜中、アパートに帰る途中、安いバーでですね、酒を飲んで、時々チャイナタウンに違法ギャンブル場に出入りしですね、また危ないものにもですね手を出すようになってしまいました。そのような日が続き、気づいた時にはですね、体も精神も、もう限界になっていました。聖句を読みします。コリント人への第一の手紙10章13節。あなた方のあった試練で世の常でないものはない。神は真実である。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはないばかりか、試練と同時にそれに耐えられるように逃れる道も備えてくださるのである。私はレストランのマネージャーに頼み、3日間の休みをいただきました。それは2月の一番寒い時で、少し遠くの田舎に出かけることにしました。マンハッタンから高速バスで、メイン州のウィスカセットという小さな町に行きました。着いたのは夜の9時頃でした。その晩はバス停の向かいに小さなホテルがあったんで、そこに泊まることにしました。誰も人が泊まっているような気配は全くありませんでした。バーのカウンターに行き、しばらく一人で酒を飲んでいると、奥の方から背の高い白人の男性が私に突然話しかけてきたんです。Are you a cook? あなたはコックですか?私は本当にびっくりし、驚いてしまい、どうして自分のことを知っているのか、と不思議に思ったんです。ニューヨークから誰か電話をしてきたんじゃないかという、そういう気持ちになりました。何のことはありませんでした。彼はノースターレストランのヘッドシェフをしていたマイクさんという方でした。会話が進み、彼は私の話を聞いてくださり、メイン州で仕事したんかい?と聞かれた私は、できればと答えてしまいました。彼は翌日、私を車に乗せて、彼の働いているノースターレストランに私を連れて行ってくださり、オーナーのロンさんに私のこと、また不法滞在で働いたことをすべて話してくれました。私は一日だけ仕事をしました。それはですね、白人社会の中で今までに、白人以外の人は誰も雇ったことはなかったからです。ということで私は働き、提訴されたんですけども、次の日に、オーナーの方がですね、私を雇ってくれることになりですね、一緒に永住権のスポンサーも知ってくださることになりました。私はメイン州に来てオーナーの家族から、そして従業員からとても可愛がっていただき、本当に良くしていただきました。全く知らない不法滞在の日本人、まして英語をあまり話せなかった私のようなものをですね、家族と同じように、またそれ以上に扱っていただき、本当にいつも何か必要なものはないか、自分にできることはないかと尋ねてくださり、自分を励まし、心から愛を持ってですね、支えてくださったことを私はずっと忘れることはできません。私はメイン州に来て初めて人の優しさを肌で感じ、心を強く打たれる経験をいたしました。聖句を読みします。ヘブル人への手紙13章の2節。旅人をもてなすことを
忘れてはいけません。そうすることで、ある人たちは気づかずに天使をもてなしました。その後、エジケンの手続きが済み、弁護士さんの計らいで強制送還は免れて、任意送還で一時日本に帰国しました。その時私は家内と出会い、結婚の約束をしました。そして永住の許可をいただいてから再びメーン州に戻ってきました。それからしばらくして、私たちはいろいろな事情で南カリフォルニアのユカイパという田舎町に引っ越することになりました。今住んでいる隣の町です。そして5日間は、レストランで働き、経済的に大変だったんで、休みの日には庭の仕事をやるようになり、だんだんと庭の仕事が忙しくなってきたので、庭の仕事を専門にやるようになりました。しばらく順調にビジネスが進んでいっているように思えた時でした。雇っていた従業員が機械で怪我をしてしまったんです。まだ、労災に入っていなかった私は訴えられて多額の費用を請求されました。その時私は一人ではどうしようもない、自分には何もできないということが分かり、初めて自分のいい加減な性格、思い上がり、怠慢さを悔い改めることになりました。そのような時に私たちはある知り合いを通してクリスチャンの弁護士さんを紹介していただきました。その弁護士さんは本当に優しく正直で、私にいろいろなことを丁寧に分かりやすく教えてくださりました。訴訟も信じられないような額で、示談で解決できました。私たちは住む家が取られることもなく、元通りの生活に戻ることができました。私は本当にクリスチャンの弁護士さんに感謝し、また神様に感謝しました。私はそれまで宗教が大嫌いで、宗教に頼っている人を本当に哀れに思っていました。またクリスチャンというと、なんだか特別な枠の中に住んでいるような人をイメージして、自分のように枠にはまらない、自分勝手に生きている男には向いていないと思っていたんです。しかしあの時からクリスチャンに対する思いが変わり、クリスチャンは信頼できる人たちだと感じるようになり、彼らが信じている神を知りたいと思うようになりました。そして日本語の教会に行きたいと願っていたら、日本人の知り合いの方が、クリスチャンではありませんでしたけども、一番近いロマリンダ日本人教会を紹介してくださりました。初めて日本語の聖書を読みました。はじめに神は天と地を創造されたと書いてあり、私はとても驚きました。そしてさらに驚いたことは、私たち人間も神様が特別に計画して作られたということを知ったんです。私の家族、親戚、友達の中には誰一人としてクリスチャンはいなく、今まで本当のことを知ることはありませんでした。聖書を知るまで私は人生をどのように生きていったらいいのか全く分からなかったんです。聖書を通してイエス・キリストが私たち一人一人を愛し、私の罪のために十字架にかかり、私のすべての罪を許し、あがなってくださったことを知ったとき、私はこの真実の神様、愛の神様を信じていこうと決心して、家内と一緒にバプテスマを受けました。それまで神様を知らなかった時もですね、神様は行く場所行く場所で自分に必要なことを教え導いてくださりました。神様の導きでアメリカに導かれ、多くの方々に助けられ、励まされ、支えられたのに、まだ神様のことは何にも分かっていなかったんです。神様は鈍く物分かりの悪い私の心に体験を通して真理を教えてくださったと
確信し、心から神様に感謝しています。ヨハネの福音書14章6節、イエスは言われた。私は道であり真理であり命である。イエス様の示された道を歩んでいくならば、自然と真理が見えてくるようになります。そして不思議と永遠の命のことも分かるようになってくるんです。聖書の御言葉は真実であり本物です。キリストに出会ったことで、私は人生の中で、どうしようもない時に神様は必ず助けを与え、希望を持てるように導いてくださったことを、私は体験を通して教えていただきました。そして神様は生きて働いていることを本当に信じております。エレミア書29章11節、主は言われる。私があなた方に対して抱いている計画は私が知っている。それは災いを与えようというのではなく、平安を与えようとするものである。あなた方に将来を与え、希望を与えようとするのである。このような今まで誰も経験したことのないコロナ禍にあって、心配や将来への不安、またこれからどのようなことが人生の中で起ころうとも、イエス・キリストを人生の土台とするならば、私たちは平安な心で日々過ごすことができるのであります。あなた方に将来を与え、希望を与えようとするのである。これが聖書の約束であります。10年前でした。東日本大震災が起こった後でした。私は若い方と一緒にボランティアに参加しました。あの時の津波の映像を見た時、私は心に大きな衝撃を受けました。どす黒く濁った津波の壁がドーという不気味な音を立てながら、どんどん人がいる近くまで押し寄せてきたんです。迫ってきたんです。あちこちから声が聞こえたんです。津波だ、逃げろ逃げろ、早く逃げろ、早く早く上の方に逃げろ、という声でした。私たちは一体どこに逃げれば助かるのでしょうか。どこに逃げれば安全な場所があるのでしょうか。その答えは、上を見上げてイエス・キリストの元に逃げることであります。どれだけの方が本物の神様であるイエス様を知っていたのだろうかと思うと、私は自然と涙が溢れてきてしまいます。もしも今日ここにおられる皆さんの中に、まだイエス・キリストを知らない方がおられるのでしたら、ぜひ今日真実な神様、愛の神様であられるイエス・キリストの愛を受け取ってください。イエス・キリストは皆さんお一人お一人に永遠の命を与えようと今日も願って待っております。どうかこの本物の神様、私たちを救うことのできるイエス様の愛を受け取ってください。皆さんの上に神様からの大いなる祝福がありますようお祈りしております。何か質問やお話したいことがあれば、ぜひ遠慮せず気軽に私の方まで連絡してください。お待ちしております。今日は、長い間、私の話を聞いてくださりありがとうございました。皆さんの上に本当に神様の導きありますようにお祈りしております。それでは失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。お話はいかがでしたか。もしも皆様の心に何か響くものがありましたら、ぜひともこの YouTube リンクを皆様の Facebook や Twitter などでシェアしてください。お友達やご家族にこの YouTube リンクのご紹介してくださればものすごく嬉しいです。よろしくお願いいたします。神様の豊かな祝福が皆様の上に
今後ともありますようにお祈りしています。 God bless you and Maranatha.